よっしゃあ、とうとう世界に名を知らしめるぞあたい。マリサだぜ。スマッシュボームラントをお前で振るのかよ。もちろんだぞ。名前が地雷臭するやつがいるけど。気にするな。っていうかメタナイトが被るのも珍しいな。早速別のメタがぶち壊したぜ。いいぞ。予想以上にボムが出る。本物もあるのかよ。よっしゃあ。お、イエーイ、あたい最強。これは3人うまくまとまったぜ。やったぜ。絶対に出場しても割と優勝できるもんなんだな。普段培われた実力は不変なんだぞ。ということでこれから本番行くぞ本番。初手の相手は毒マリか。こいつ医者のくせにむちゃくちゃな立ち回りするから苦手だぞ。はずれ。くっそーこいつ意外と上に浮かぶな。一発のパワーは桁違いだから無理するなよ。心得てるぞあたい。あたい最強。戻れるか。は？しまった。今ので復帰ギリギリとはどういうことだ。いい加減にしろ。戦場場外が広いからその分シャトル復帰も遠くなるんだろうな。戦闘でーただで最大経緯で難しくなってるんだぞ。バリエーションは増えるけどまあその分難易度も上がるよな。それは当たらないと。やったぜ。やったそれかよ。あたいの剣が早すぎてわからないまま落ちていくんだぞ。弱すぎて当たったか気づかなかったの間違いでは。そのようなことがあろうはずがございません。で次は CF だぜ。こいつアップデで割と適当にやっても戦えるようになったぞ。きっとなく。イエーイ、あたい最強。理想の復帰措置だぜ。やっぱ復帰を叩くしかないぞ。逆にそれができないとどうしても復帰の体力が持たないからな。体重の差がありすぎるぞ。ここ掴めたぜ。はずれ。くっそー、こいつ落下が早くて届かなかったぞ。キャラごとに少しずつ覚えていくんだぜ。覚える量が多すぎるぞ。いい加減にしろ。まあやっていくうちに大体でできるようになるだろ。いつになるかわからないぞ。今の空下運びできたぜ。くっそー、落ちるのが早いから空下ちゃんと回避しろよ。下手にジャンプすると膝食らうから全力で避ける。はずれ。ちょいちょい逃してるぞ。まあよく火力勝負は負けてないからいい感じだけどな。バースト拒否の大切さを感じてるぞあたい。それは気づくのが遅すぎる。ほらー、さっさと外に出ろ外に。あかん。あぶね。そんな雑な振り方でいけるわけねえだろ。これは大丈夫だぞ。は？くっそー、飛びすぎだぜ。いい加減にしろ。ミスミスやられすぎなんだよな。膝と裏剣さえ食らわなければいいと思った結果だな。結果だなじゃねえ。コンボ自体はいい感じだけれども。くっそー、これでもシャトル半角だぞ。いい加減にしろ。これはもう相手キャラとダメージで覚えろとしか。シャトルしか繋がらないのにシャトルがリスクあるというジレンマだぞ。そこは割り切ってダメージ稼ぎに行くかの違いだぜ。あぶねえ、ね、エルボーなら間違いなく当たっていたぞ。あたい、イーフ M、 アプデの賜物だな。シャキッと、ありがとうございます。そして綺麗に詰め切れると。こういう判定がない相手には楽でいいぞ。上から打ち勝つには微妙に頼りないけど移動を合わせるのは得意だからな。横から来るのも得意だぞ。あたい、くらえー、いい展開。いやー、今の即仕込んできたぞ。即仕込ん。シャキッと、ありがとうございます。シャキッと、ありがとうございます。イエーイ、あたい最強。悔しがったり喜んだり忙しいやつだなお前な。即死コンは逃したけどいいカバーリングだぞあたい。本当に意味知ってんのかよ。で次はパックンだぜ。こいつやけに落下が早くてなかなか決まらないんだよな。カエルとかキツネと違って体重も重いのが結構独特だぜ。まあ逆に空上空下が割と繋がるからそこで妥協するぞ。パックン復帰判定はいまいちだしな。じゃあアース、順調に稼がれると。それダメだって。くっそー、あのトゲボールには何をしても負けてしまうぞ。あれに勝てる物理攻撃自体なかなかないぜ。おらー、逃がさんぞあたい。お、これくっそー、残念。やっぱ落下が早すぎていつもの感じでやると外れてしまうぞ。今のはジャンプせずにそのまま空母が正解だったぜ。見てから組み立てるの難しすぎるぞあたい。ってあぶね。あいつ鉄球台からも落としてくるぞ。動いてる分持続が伸びるから注意するんだぜ。あぶねー。シールド割れるなよ。もはやガードできないぞあたい。おらー、浮かしたぜ。あかん。あー、あぶねー。あぶねー、上スマとかなら終わってたぜ。弱攻撃で助かったぞあたい。いい暴れ。よーし、ここから詰め直していくぞ。鉄球注意。イエーイ、頭でかいから当たったなあたい。復帰阻止。あぶねー、死ぬかと思ったぞあたい。逆によく耐えたぜ。もう鉄球食らったら終わるからな。それは一番に気をつけるぞ。おし、狙いは悪くなかったが。一発を当ての出してるぞあたい。ガラキだ。イエーイ、あたい最強。ぶだりかけてたのをマントで突破したぜ。鉄球飛んでこないかだけはちゃんとか。なんだこいつ、やたら首ぶるってるぜ。あのさ、畜生王、あの気持ち悪い動きで投げを忘れていたぞ。一番危ないのは投げって分かってんだろが。こいつ上高校の攻撃が妙に強いな。上スマとかくっそ強いから注意するんだぜ。あれ中ダメージで壊れされかねないぞあたい。
っていうか結構強いな。弱で 25% とはどういうことだ、いい加減にしろ。まあお前が言えることじゃないけどな。危ねえ。今のはいい引きだったけども、あのまま突っ込んだら絶対嫌な予感がしたぞ。蛇とかもそうだが、劣勢から突っ込むと悲惨なことになりやすいぜ。はずれ。グッソーキッズ確したかったか。DA が安定か。おらー、微妙にこっちの攻撃が通ってないぜ。グー N から弱は値の完璧な戦法の技だぞ。まあなんだかんだそれなりにダメージは通ってるけどな。じゃあアース、これが痛い。もうしてこないと思ったけどそんなことなかったな。危ねえ。そのマントも怪しくなってきたぜ。グッソー何かと抵抗してくるぞこいつ。メタナイトの火力じゃ大体耐えてくるからな。タイミングをずらすことが大事なんだな。値鉄球気をつけろよ。おい、攻撃が間に合わなかったぞ。鉄球なら竜巻も貫通してくんじゃねえの。は、思ってた以上にぶっ飛んでて笑う。グッソーだからさっきも影響ブンブン食ってたんだな。まあ動作で大体察したけども、これ以上ダメージ食らってるよ。じゃあアース、こいつ即死コンが難しいだけにダメージで負ける。でも変わらず良くない流れが続いていくと、バーストある状態で2ストックはきついと思うな。で同じ展開続けてんじゃねえ。縮小をヒットストックが長すぎて攻撃引っかかっ、縮小をなんでこういうことがたびたび起こるんだ。シャトルで上昇する上に上入力してるからだろうな。もはや仕組まれた罠としか思えないぞ。それは思い込みすぎだろ。で次はロボットだぜ。出たなジェットマン。うまいコマぶっ刺さるからバーストになると辛いだろうな。きっちり復帰措置を決めるのが大事だと思うぞ。値コマゲット。ナイスキャッチだぜ。とりあえず上に投げとけば損はないぞ。コマが出せないだけで相当アドだからな。でよーし、さすが値の計画通り。本当かよ。はずれ。でグッソー、あと一発だったのに。っていうか空前よりクエヌの方がいいと思うんだが。シーステ端っからウェイウェイブルブルは難しいんだぞ。まあ慣れれば十分できるぜ。でまあ、あた半角だぞ畜生。これも宿命だぜ。チソーレイェーイ、与えたい状。この撃破はめちゃくちゃでかい。たまに起こるこのムーブが起きればとても楽だぞ。コマちゃんと掴まないから。やっぱコマキャッチは大事だとはっきりわかるな。梅原が捕まえて、神まだ愛しかせい呼んで、よーし、余興はここまでだぞ。値ちょっと気分変えに行きましょうかね。お前ら二人でチーム組むの久しぶりだな。このバカが足引っ張らなければ余裕よ。なんだと。おいお前、グッソー開始早々何やってんだお前は。チーム戦で自滅とかバカ辛いやつだからな。申し訳ないんですわ。なんで半切れなんだよ。自分に腹が立つとよい。じゃあアース、おい。いや大丈夫だ、値はまだ生きているぞ。なんとか開始したり早期バーストとかいう感じはしてるだけ。いやいやいや、お、よーし返さないぞ値。いい感じに広がってるぜ。あ、しまった。なんとか結果ね。じゃあアース、おらー、もう一発。やったぜ。よーし、いいぞレイム。この2連撃破はでかい。ドサクサドヤーを決めていくわよ。そのドサクサドヤーは意味がわからんけどな。いやややや、せーいい足だぜ。さすが魔王の強靭な下半身。よーし、お前らあっちに行け、あっちに。レイムの方に送り込んでいくぜ。ほらー、浮かして。じゃあーす、実装だけは外れたわ。なんか流れ星みたいに上空を飛んでいったぜ。まずい、あかん。あー、おじさんを真横に飛ばさないでー。あたいもチンピカを真横んで、おーい、あたいもチン飛ばすんじゃない。必死に掴め掴め。靴おじさん。いいぞ。なんとか帰ったと。グッソーの代わりに値の命は失われたんだぞ。それでもチャージが溜まったから。オッケー。リップが大雑把すぎる。ほら、今じゃあ。お。よーし、角度 F。いいぞ、かっこいいぞ。相手の CF はストックもらって復活したぜ。こっち来るなお前。あ。あのさお前、何か私そんなことした？いやですに。あげあーす、じゃあーす。お、こっちは割と平気だぞ値。なんで CF が当たってない方が死んでるんだよ。いや、演出固定で CF も告示から発揮したのよ。なわけあるか。さあだ！大金地下がこっち。やったぜ。この回避はめちゃくちゃでかい。よーし、場外に追い出すぞー。復帰措置だぜ。まあ逆だけど入ると、ジョーカーがそっち行ったわよ。あぶねえ。いやー。いやー、それやめろー。アップ目だけ見てオンにならなかったぜ。なんてことするぞ、こいつめ。ほらー、値の怒りを思い知れー。あ？うん、お前がやったことだろ。値最強。マジかよ。思った以上に飛ぶんだな、それ。値の実力の賜物だぞ。だからそれは関係ねえだろ。というわけでチームも問題ないことが証明されたぞ、値。実戦だけだろ。っていうかまあお前チーム戦自体はフォーグライからしてたな。BUJ の特権だぞ。